じゃあ、まず、笑顔感動物語発信事業について、発表させていただきます。この事業は愛の顔と書く笑顔という言葉からイメージされる感動のエピソードを募集して本件の知名度向上と夢ファンの獲得につなげていこうと昨年度から実施しているものでございます。笑顔事業は第1弾が笑顔の助け合い金でありましたので、これが第2弾ということになりますが、1回目となる昨年度は全国から1807作品の応募がありまして、今年の1月24日に実施した表彰式のイベントでは、会場に来られたアンケート調査にご協力いただいた参加者のうち、実に 99% の方々から感動した、今後もぜひ続けてほしいという高い評価をいただき、笑顔という言葉の広がりに確かな手応えを感じることができました。このことから今年度は事業をさらに発展させまして、感動のエピソードに加えて日常生活の中で垣間見る家族やペットなどの笑顔の写真をプラスで新たに募集し、言葉と写真の2つの力によって本件が提唱する笑顔を県内外に一層広めることといたしたいと思います。詳細につきましてはチラシの方をご覧いただきたいんですが、募集期間は5月の1日金曜日から7月31日までの3ヶ月間といたします。内容はエピソード部門は昨年度と同様でございまして、ご自身の体験を800字以内で募集、知事賞特別賞作品は水木奈々さんの朗読によるサンドアートアニメーション動画を制作し、インターネットを通じて配信する予定でございます。今回新たに追加します写真部門は専用のホームページ笑顔の写真館愛媛を創設しまして、ホームページの投稿フォームでの応募やメール郵送で受付をいたします。応募写真は笑顔の写真館愛媛の中で投票により上位100作品を選考後、審査を経て、各賞を選定したいと思います。また審査委員長は昨年に引き続きまして新井満さんにお聞きいただきますが、写真部門が加わりましたので、特別審査員として本県出身の日本を代表する写真家白川義和氏に解読をいただいてご就任していただくこととなりました。表彰式イベントは今年と同じように来年の1月下旬を予定しております。ぜひ県民の皆さん、そしてまた全国の皆さん、体験された感動のエピソードおよび笑顔の写真を、お寄せいただけたらというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。